いやー、なんか秋に向けて新しいアウターが欲しいな。そういえば最近デニムジャケットみたいなものがトレンドだって聞いてるけども、確かにデニム系のアウターが欲しい。でも G ジャンだと結構似たようなものも持ってるから、ちょっと変わった感じのものが欲しいんだよな。だけども欲を言えばそんなに予算は割きたくない。コスパのいい価格帯で何かいいデニム系のアウターってないのかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、無印良品のコスパ最強の秋アウターはこれに決定というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通りですね、デニム系のアウターは結構ですね、最近はトレンドになっていまして、もちろん僕ら世代ではですね、一番馴染みのある G ジャン、これまたですね、最近はすごくトレンドアイテムとしていろんなブランドで取り扱いもありますし、あとはデニムのカバーオールだとか、このあたりも引き続きトレンド的な立ち位置になってるんですね。まあ、そんな中でちょっと新しいアプローチのですね、デニムジャケットをですね、すんごいの見つけてしまったので、今回は皆さんに全力で解説をしていきたいなと思います。早速ご紹介したいなと思うんですが、こちらですね、無印良品のワシコンデニムジャケットですね。価格が 11,900 円ということで、これ実際に購入をしました。オンラインで最初見つけて、なんとなくですねかっこいいかもしれないなという気がしていたんですが、実際にですね新宿の無印良品の店舗で試着をしたらめちゃくちゃ良かったんですね。こちらのデニムジャケットに関してはいわゆるですねショート丈のブルゾンタイプですね。ジップで開閉ができるようなタイプになってまして、通常の G ジャンに比べるとディティールもですねすっきりとしていて、より大人の男性には使いやすいようなデザインかなと思うんですね。まあ色落ちに関しても強く出てるようなものではなくて、割と濃いめでクリーンなので、実際に着てみるとこれはですね30代後半から40代以上の方にもバチッとハマるかなと思います。結構年齢関係なく使いやすいような名作かなと思うので、実際に着ながらですねコーディネートの仕方までしっかりと解説をしていきたいなと思いますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか。ちなみに僕のですねスペックなんですが、身長164センチ53キロと小柄な体型なので、今回はですね M サイズを購入しました。まずはサイズ感から見ていただきますと、結構以前の無印良品って割とコンパクトめのものが多かったので、 M サイズを着てももうワンサイズぐらいアップしたいなという気分のものが少なくなかったんですが、こちらに関しては最初からちょっとゆとりを持たせたような設計になっているので、このサイズで十分ですね適度なゆとり感は出せるかなと思います。まあ本当にこう言われなければ無印っていうのは全然わからないぐらいですね、非常に完成度が高いアウターだなと感じています。まあベースとデザインなんですけど、いわゆるショート丈のアウターで、ドリズラージャケットとかそのあたりとですね似たような雰囲気になってるんですね。まあ襟に関しては、まあ、ステンカラーコートのようなですね通常の襟型がついていまして、前はですねジップで開閉できるようになっています。着丈の長さで言うとちょうどですねお尻の中間よりやや下ぐらいまで来るので、大人の男性でもショート丈であっても結構似合いやすいような適度な長さがあるのが個人的には嬉しいポイントかなと思っています。まあ、もっと G ジャンだと短いものもあったりする中で、これぐらいの長さだと大人世代はすごく安心感があるかなと思います。でシルエットは少しゆとりがあると言いましたが、肩のラインですね、このあたりでちょっと落ちてるのがわかるかなと思います。身幅もゆとりがあって着丈もやや長め、これぐらいがすごくバランスがいいなと思っています。で生地に関してはワシコンということで、特徴としては結構軽いんですよね。ずっしりと重たい感じではなくて、結構柔らかくてしなやかな質感なんですね。このあたりもですね着心地にすごく直結して、なかなかですね使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。色に関しては、まあ、ハードな色落ち加工なんかはしてなくてクリーンに見えるようなですね色合いなので、このあたりもですねすごく大人世代には親和性が高いかなと思います。ここ最近はですね結構色落ちをしっかりとしてあるようなアウターですね。まあ、このあたり私物なんですけども、こういった感じの色合いもある一方で、今季に関してはまたですね色が濃いデニムもですね結構増えてきているので、旬な雰囲気もちゃんと漂うかなと思います。まあ、深めのインディゴブルーで、このあたりには品を感じるんですが、個人的にいいなと思ったのがですね、わかるかな、このステッチの色合いなんですよね。まあ、こういった濃いめのデニムに対してオレンジ色のステッチが入ることって多いかなと思うんですが、この色がですね程よいポイントとして効いてるんですね。同色系で馴染ませることもできるんですが、かえってこのオレンジが程よいアクセントになっていて、カジュアルに
になりすぎないでバランスよくはまってるんですね。これが僕はすごくいいなと思いました。遠目で見てもこのステッチのおかげで退屈に見えないというところが僕はバランスがいいなと思ったんですね。まあ1万2000円ぐらいのアウターなので下手すればチープ感出るかなと思ったんですが、そういったことなくてすごくですね上品にまとまっていいなと思いました。ポケット前のステッチもですね、こちらこの端っこの部分はですねしっかりめにステッチが入ってるんですが、このあたりもね程よくアクセントとして効いてますし、なかなかバランスがいいなと思いました。あとはジップですね。ここに関してはちょっとくすんだゴールド系のものを使っているんですが、このあたりもオレンジのステッチとの相性が良くて一つのアクセントとして効いてるのでバランスがいいなと思いました。まあ、デニムジャケット着てる方は非常に多いんですが、こういったデニムのドリズラージャケットみたいなものはまだまだ着てる方も多くないですし、なおかつ適度な着丈の長さがあるので子供っぽく見えすぎないというところではかなりバランスがいいかなと思います。まあ、今回は夏の終わりということで T シャツの上にさらりと着ているんですが、こういった T シャツの合わせもいいですし、それ以外にもシャツとの合わせもできるかなと思うんですね。まあ、ボトムスは今ですねストライプ系のパンツを履いていますが、無地のブラックでもいいかなと思います。まあ、様々なコーディネートが想定できるので、まあ、この後ですね着替えた状態で皆さんに全身もお見せしてみたいなと思っています。はい、ということで全身をですねちょっと写してみたかったので引きで撮影をしています。まずはですねこちらのデニムのジャケットの内側はホワイト系の T シャツですね。まあ、これが鉄板で合わせやすいかなと思います。今回は真っ白の T シャツではなくてちょっとプリントの入ったものを合わせまして、まあ、ちょっと T シャツの中にブルー系が入っているのでここの色をですねリンクさせるような形で色を拾っています。まあ、こちらのアウター自体が濃い色なので内側は明るい方がですねバランスが取りやすいかなと思うので、まずはトライをしていただきたいなと思います。でボトムスに関してはですねいつも僕が動画でお伝えしているようなブラック系のイージーパンツだとか、あとは今履いてるのはですねブラックベースのストライプのパンツなんですが、まあ、デニム素材でちょっとアウターがカジュアルめなのでボトムスは引き締めてあげるとバランスがいいかなと思います。まあ、ブラック以外にもですねネイビーのパンツでもいいですし、あとはダークグレーのパンツなんかで代用してあげてもいいんじゃないのかなと思います。まあ、ボトムスに T シャツはインをする形でちょっと今っぽくまとめてみました。で足元に関してはジャーマントレーナーですね。もう何でも合うような鉄板のスニーカーなので、まあ、こちらを合わせていますが、あとはローファーなんかで合わせてもらうのもいいんじゃないのかなと思います。まずはこれがベースの着こなしになってくるかなと思いますので、まあ、皆さんもですねお手持ちのものの中で似たようなものがあったら再現していただくといいかなと思います。カジュアルな着こなしなんですが大人にも似合うようにちょっとこう引き締めるブラックのパンツを入れるだけできれいめとカジュアルのバランスが取りやすいかなと思うので、よかったらトライをしていただければなと思っています。はい、ということで着替えてみましたがいかがでしょうか。先ほどはですねこちらのジャケットの内側に白系のプリント T シャツを着ていましたが、今回はですね色合いをガラリと変えました。まあ、こちらのインディゴブルーというですね濃いめの色に対して内側もブラックで引き締めました。まあ、こちらのブルーとブラックというのも結構相性がいいので僕はよくやるんですが非常によくまとまったなと思います。白とはまた全然違った印象になるので、まあ、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。そして内側をブラックにしたのでボトムスをですねこれまたブラックだとかブラックのストライプにすると重たいので、まあ、もうちょっと明るさを出したいなということで今回はですねグレー系のイージーパンツを合わせてみました。結構僕もですねこのインディゴブルーとグレーのパンツの着こなしが好きで昔からよくやっていたんですね。まあ、以前だとデニムのジャケット G ジャンに対してグレーのスラックスを合わせるようなことをよくやっていたんですが、こちらのドリズラー型のですねデニムジャケットともすごく相性がいいのでこういった形で上下の色をですね組み合わせるのもなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。そして足元に関してはですね今回は白のジャーマントレーナーを合わせました。これはまず鉄板ですね。合わせがしやすいのでこういったものを組んでいますが、夏の終わりであればソックスを履いてグルカサンダルみたいなものもあると思いますし、あとはですねブラックのコインローファーですね、このあたりも相性がいいかなと思うので、まあ、お手持ちのもので皆さんも再現をしていただきたいなと思います。まあ、僕の場合はですね一つのアイテムを買ったらまずは鏡の前で2パターンぐらいのですね着回しを考えるわけですね。今回の場合だと一番最初にご紹介したようなこちらのデニムのジャケットに内側は白系の T シャツ、そしてボトムスはブラックだとかもしくはブラックのストライプだとか、そういった着こなしをまずは考えて、あとはですねそれとはまたバリエーションを作るという意味で内側ですねブラックにしてボトムスはグレーにするという着こなしですね。この2パターンぐらいあれば結構十分だなと思うんですね。ぜひ皆さんもですねご自身なりのアイデアでこのですねデニムのドリズラジャケットを存分に楽しんでいただければなと思っています。
ます。まあ、ちなみにですね、秋であればこのような形で T シャツの上にですね、ジャケットを着るという形で完結しますが、冬だとこの上にコートを着たりすることもできるので、まあ、さらに着こなしの幅は広がるかなと思います。僕自身もよくやるんですが、短丈のジャケット上にロング丈コートっていう着こなしも結構おしゃれが好きな方にとっては定番的な着こなしなので、まあ、ぜひトライをしていただきたいなと思います。春にも使えて、秋にも使えて、なおかつ冬も重ね着をすれば使うことができるような、まあ、鉄板のアウターかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、こちら、まあ、間違いなく秋の名品だと思うので、チェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では無印良品で見つけた今季コスパ最強と呼べるようなワシコンデニムジャケットですね、こちらを皆さんに徹底解説させていただきました。まあ、実際に着た状態も皆さんにお見せしましたが、通常のデニムジャケットとはまた違った見え方になりますし、ディテールもゴテゴテしてないので大人世代にはすごく似合いやすいかなと思うんですね。デニムの質感もチープさがなくて非常にいいですし、先ほどお伝えした通りステッチの色合いだとか金具の使い方だとか、このあたりも程よくアクセントとして効いてるので、非常にですねバランスを取れた1枚だなと感じました。無印良品というと結構ベーシックで定番的なアイテムが多いので、使い勝手はいいんですけども、めちゃくちゃテンションが上がるというものはそんなになかった印象なんですね。ですがここ数年はですね、ブランドイメージもだいぶ変わりまして、今回のようなですね優秀なトレンド感を感じるようなアイテムも結構増えてきたので、まあ、これからもますます注目かなと思っています。ぜひ皆さんも気になる方はですね、オンラインや店頭でチェックをしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツーム系の専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ上してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナル動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信を行っていまして、皆さんからいただいたご質問にお答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのシュンでした。また次回の動画もお楽しみに。